ム山口さんツイート。橋本徹への公開質問状。橋本徹氏がネット番組で、上海電力がまるで入札を経て先島メガソーラーに参入したかのような発言をしたが、これは全く事実と異なる。公開質問状という形で真実を追求する。橋本徹は私の質問に答えられるか